今日お疲れ様でした。ではいくつか質問していきます。前歯の部分矯正の実際にかかった治療期間を教えてください。5ヶ月半。前歯の部分矯正をしようと思ったきっかけを教えてください。きっかけは歯並びを良くしたかったです。森デンタルクリニックで前歯の部分矯正をした決め手を3つ教えてください。決め手は治療期間が短くて費用も抑えられて、スタッフさんとか環境が良くて通いやすいからです。前歯の部分矯正治療の前に不安だったことはありましたか？不安だったことは自分が思ってた通りの歯並びになるかどうかです。では前歯の部分矯正治療の前と後でどのように歯並びが変わりましたか？そうですね、自分の場合はデコボコしてたのが、ある程度はまっすぐに綺麗になったところです。前歯の部分矯正治療の前と後でどのように気持ちが変わりましたか？そう、自分自身に自信を持って持てるところですね。前歯の部分矯正治療の前と後でどのように生活が変わりましたか？その笑顔が増えて、人前に出たりするのが苦じゃなくなってくるんですね。わかりました。では最後に、前歯の部分矯正をやりたいけど一歩踏み出せない、どうしようか考えている方にメッセージをお願いします。そうですね、まずカウンセリングからでも来てもらって、そこで話をして、やるかやらないかっていうのはあると思うんですけど、やって後悔はないと思うんで、やってみたらいいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。